キノボリウオは、スズキモクキノボリウオアモク、キノボリウオかキノボリウオ族に属する、淡水魚。中国南部から東南アジア、インドなどに広く生息し、湖沼、河川に住む。メコン川などでは、内陸の奥深くまで分布している。野生では、体長25センチメートルほどになるが、水槽内では20センチメートル以上にはならない。キノボリウオという名がついているが、 実際は木に登ることはなく、実際には、雨天時などに地面を這い回る程度である。このような名がついたのは、鳥居に捕まって木の上まで運ばれ、生きているのを目撃した人が木に登ったと勘違いしたためである。このように地上に進出できるのは、同じ仲間のベタやグラミーと同様に、エラブタの中にウエラ機を持ち、これを利用して空気呼吸ができることと、 他の仲間と異なり、這い回りやすい体型のためである。地上では、ペタペタと這い回り、鳥などに食べられるとエラが喉に引っかかり窒息死させる。現地では食用にもされているほか、干渉魚としても流通している。ベトナムでは BN カロ NG という、米粉麺の料理の具、出汁として利用される。ありがとうございます。